AKB48 選抜総選挙ピックアップメンバー、13歳の原石 HKT48 荒牧美咲。まだ HKT48 に入って半年くらいです、はい。HKT48 研究生荒牧美咲、彼女がオーディションを受けたきっかけは、すごいしてみたいって思う感じじゃなかったんですけど、落ちた時の2期生さんがテレビに出てるところを見たりしたら悔しくて受けてみたいなって思って受けました。質問の受け答えもしっかりしている荒牧、研究生ながら芯はしっかりしているという印象を受ける。半年間だけど悔しかったことはありますかと聞いてみると、お披露目の時に準教師のバックダンサーをしたんですけど、その時に9人のうちから6人選ばれて私はそこに入らなかったので、その時すごい悔しかったです。選ばれなかった悔しさをバネに頑張ってきた荒牧、はい、次につなげようって思いました。そして HKT48 のツアーではユニット曲メンバーにも抜擢、期待されるメンバーの一人だ。すごいたくさんユニットをさせていただいて、すごい感謝の気持ちなんですけど、私でいいのかなっていう気持ちも少しあります。荒牧の同期には矢吹奈子、田中美久という HKT48 の注目メンバーがいる。奈子美久と呼ばれる二人は荒牧より一足早くチームに昇格を果たし人気を得ている。すごい可愛いんですけど、私も負けてられないので、ナコミクちゃんよりもフレッシュに頑張りたいです。そんな荒牧の目指すところは、目標は無理だと思うんですけど、1位を目指すっていう高い目標を持っていきたいです。いつかはセンターに、夢は大きく HKT48 の原石はこれから輝いていくに違いない。